どうも東京トニーです。今回は初中級者が間違えやすい正面の花の描き方について解説します。初中級者が真正面画をこうやって描くときに、なんかね、よく こんな感じの花を描くんだけども、まあ初中級者が間違えやすい正面の花の描き方がこれです。まあこれが初中級者が最初にハマると言っても過言ではない落とし穴なんだよね。次に初中級者がなぜこのミスを犯してしまうのか。まず3次元があって、こんな感じで、これ3次元ね。で、まあいろんな工程や過程を得て2次元の絵が仕上がるんだけども、まあその過程工程の中で初中級者って結構勘違いしちゃうんだよね。絵を描くっていう行為は、まあ、省略化だったり簡略化、省庁化、強調、リアル、まあ、写実的だよね。まあ、大体このうちのどれかに当てはまります。例えば、省略化、簡略化っていうのは萌え系とか少女漫画で顕著に現れたりするよね。で、みんな自分の絵や表現したいものに合わせて情報を取捨選択するわけ。で、今回チャオの企画で描いたこの子たちが床に転がってたので、花を変えてみました。やってること自体は間違ってないんだけども、じゃあ絵として見た時に魅力的ではないよね。間違ったことはしてなくても、ちょっと情報の取捨選択を間違えるとこんな風に残念な結果になってしまうんだよ。で、その取捨選択の中で固定観念、勉強不足による勘違い、ミスが起きてしまうわけ。で、いよいよこっからが本題なんだけども、今回は初中級者に分かりやすいように、ダダン、紙粘土で花の簡略型を作りました。まあリアルだとね、微光だといろんな部分があるわけなんだけど、まあ二次元の絵っていうのは大体こんな感じになるわけよ。で、この紙粘土のモデルの鼻筋の部分を黒くなぞったわけなんだけど、これ真正面からだとくの字になってないよね。そう。くの字に見える条件っていうのは、この花がね、こうやって傾いた時なんだよね。ただ初中級者っていうのは思い込みで、このくの字に書いちゃう。正面顔なんでね。だから本来正面顔の時っていうのは、この向きにしないといけないんだよ。じゃあ、なぜしちゃいけないかを説明したところで、情報の取捨選択のまとめについて軽く説明したいと思います。まず、花っていうのは、まあ、4面からなってるわけ。まあピラミッドとかでもそうじゃん。ピラミッドを上から見た時に描いてくださいって言うと、まあ大体ね、こんな感じになると思うんだけど、ピラミッド上から見た時。まあ花も同じだよね。ここにこう4面があって、この4面から構成されていると。つまり、この4面に関与する線だったり面がオーソドックスな花の描き方になるわけ。ここで、それを分かりやすくしたモデルを用意しました。こんな感じでね、青、黒、赤、白。まあ、こんな感じで色分けされてると思うんだけども、この境界線上だったり、面の組み合わせによって情報の取捨選択が行われています。例えば、少女漫画とかだとよく花とか点、こういう線とかで花が表現されたりするんだけれども、これっていうのもね、この面と面の頂点だったりだとか境目が、まあ、ポイントになってるよね。次に、少年漫画でよく使われる花の組み合わせっていうのは、まあ、青と黒。まあこの鼻筋でいうここだよね。こんな感じでよく使われてたりするんだけども、こんな感じで、でこれをなんか例えばベタとか斜線とかで、あとは何にも処理しないだとか、そういういろんな花の描き方があるんだけど、まあそういう取捨選択のされ方が行われてるわけだよね。でその際に赤まで含めちゃう人とかもいるし、逆にここは含めずにこうやって鼻筋、こっちのこの下のラインだよね。ここの部分を強調して、ここだけを取り上げてあげたりとかっていう人とかもいたりします。で、ブルーロックの人なんかは、じゃああの人どこに注目してるのかっていうと、この下の部分だよね。この下の部分。この下の部分、まあこのピラミッドでいうこの部分。この部分をこうやって書いて、で、この部分ってさ、坂になってるじゃん。坂になってるから、その部分で影を表現したいということで、こうやってこの部分に斜線を入れてあげてるわけ。あの人はね。じゃああの人ってこの辺の部分に、この青とか白の部分っていうのは基本的にノータッチなんだよ。まあこれが情報の取捨選択だよね。だからこうやって情報の取捨選択ができるようになってくると、花の描き方とかにもいろんななんかバリエーションがあるんだなということが気づけるようになってくるわけ。
で、その実行例として、まあ、東京都にはなんかいろんなね、画集を持ってるんだけども、こうやってね、今回は種村有奈先生の紳士同盟クロス。まあ、この人の、この花の描き方とかまさにそうだよね。よいしょ。この境目のところにちょうど線が入っていると。その他にも、鋼の錬金術師、荒川博夢先生。これとこの時の花とかも、今の組み合わせで成り立ってるよね。よいしょ。こうやって花がありまして、この青と黒の組み合わせ。でも赤の部分はなくて、この赤のこの下の部分のラインを表現して、使って、この花っていうのは描かれているわけ。まあだから花の描き方っていうのは、このピラミッド側。ピラミッド型の、この中のどっかに関与した線だったり、面だったりするわけよ。だから少年漫画っていうのは、よくこういうところが黒く塗られるし、で、なんだったらこの部分も塗られると。で、その際に、例えばちょっと尾行の部分を意識したいなってなってきたら、こういうラインとかが入ってくるし、まあ、リアル系の絵はね、またちょっと話が変わってくるんだけども、まあ、リアル系ってなんかこうやってあってさ、この辺にこうやって尾行があって、なんかこう、ね、こんな感じでやってみたいな感じなんだけど、でもまあ、こういうのはね、リアル系の花っていうのは結構取り扱いが難しいので、まあ、リアル系の花も、まあ、できたらね、NG にした方がいいかもしれないよね。まあ、個人的にリアル系の花っていうのは結構好きなんだけども、じゃあ今回のまとめとして、まあ、正面顔を描いたとき、こういうくの字で描くのはやめましょう。やっぱね、くの字で描いてると、やっぱそれだけで、なんか、あ、この人分かってないんだと思われちゃうし、でもよ、んなことは分かってやってるんだよっていうぐらいの気概があったらば、全然この花も使っていいとは思ってるんだけど、まあ、基本的にね、こういう花を使っていった方がベターでしょう。今回は、なんでこうやって花をくの字で描いちゃいけないのかっていうことを説明してったわけなんだけども、まあ、少女漫画の人だと、まあ、例えば花が点だったり線だったり、こういう例だったりとかであんまり関係ないじゃないんだけども、まあ、この動画を見ることによって、絵の造形や理解度を深めるきっかけになったら幸いだなと思ってます。じゃあ今回はこんな感じで終わろうかな。じゃあね、今回の動画がためになったなと思った方や、いいなと思った方は、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。じゃあまたね。